いやー、皆様、どうも、マークニーでございます。始まる前からもう言っちゃってますけど、すごいこう、やらかしてしまいました。私、録画をしたんですけど、音声が録画されておらず、音声というのはね、この音ですよ。こういう音でが録画されておらず、そのままね、公開しようかと思ったんですけれども、やはりね、私がね、視聴者の立場になって考えた場合ね、そんなね、マイクロの動画見たくないという風な結論に至りまして、再度、また、撮影しております。いろんなことやりましたよ。2時間やりましたからね。2時間やってこれですから、もうほんとたまりませんよ。まずね、ちょっと変な感じになってますね、ここがね。変な感じになってますね。他は特に変わりないんですよ。地上はほとんど最近触ってないのでね。この辺も触んないとダメですね、近々。まずね、ここ。まあ、ここがネザーラックになってるのはね、とりあえず置いといてください。いきますよ。いきますよ。2時間かけましたから。録画できてなかった。まずは、ほら、なんか変でしょ？すごいっしょ、すごいっしょ。すごいことになってるっしょ。ここほら、ご覧ください。ね、こんな感じになっております。で、もう完全に、あはうぜえ、いちゃダメなの、そこに、君たちは。なあ、湧かないように一応やってるつもりではいるんですけどね。あの人たちはデスポーンしないんですかね。ほら、ここもちゃんと引いてます。ただ、鉄が足りなくて、最後まではできてません。ほら。ここまではレール引いてんですよ。ここまではね。でもね、道はもう完全に出来上がっております。これ石のハーフブロックです。このハーフブロックの上ではね、このピックマンたちが湧かないという話だったので、一応引いているんですけど、これ、まあ横にね、ちゃんとあのガラスで壁を作っていこうと思ってるんですが、まあゆくゆくは、うまくいくとは思うんですけど、まあ僕が調べた情報なので、それが正しいのかどうかっていうのは微妙なところ。はい。ちゃんとね、村に続く道をちゃんと作っております。で、これは、余ったから設置しただけです。ちょっと間隔狭めに設置しております。いやー、失敗した。クイックタイムの録画をスタートし忘れておりました。はい。で、ここも、ちゃんとガラスつけていきます。ここの部分だけちゃんとガラスをつけておるんですけれどもね。まあ、そこで、それでも足りなかった。今は家で、砂をガンガン焼いてるので、ガラスができ次第ここつけていこうかなっていう感じでございます。で、ちゃんとこっち側も部屋にしておりまして、で、ここに扉がついております。で、ここを出ていきますと、なんとね、ネザー要塞がここにございます。今日ここ行くか。装備整えて。ねえ。それはそれで楽しそうですよね。いや、本来は鉄を探したいんですけどね。で、こっちから村へ行けると。なぜね、ここまで、厳重にがっちり、道を作ったのかというと、こっちに住んでる、ああ、やべえ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 。おしゃ、寝よう。こっちにね、いる村人たちを連れて帰ろうかなって思ってるんですよ。おお、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。連れて帰ってね、はい、連れて帰って、なんていうんですかね、村人を増やしてみたりだとかっていうことをあっち側でやりたいなっていうふうに思ってるんですよ。じゃあこの村はどうするんだってことなんですけど、まあそれはまあおいおい考えていきましょうか。で、ある程度の人数連れて帰っていこうというふうな考えをしております。ほんとショックでね、本当にショックでね、ちょっと元気ないんですけどね。ああ、ダメだ。これ誰も攻められないパターンのやつですよ。ガラスいるからいっぱい取って帰ろっかな。でもそれ時間かかるな。収録外でやりたいな。いやー、たくさんやったぜ。本当にたくさんやったもん。うる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 。あー、どうしようかな。何見てんだよ。何見てんだよ。さあ、何をしましょうかね、これからね。ちょっと録画できてるか心配。録画できてるか心配だから、ちょっと見に行こう。
一応録画はできてますね。録画はしてる最中で、これが、ああなってるなってる、わあびっくりするわー、なってるね。あ、録画されてる、よし。あー怖い。つうわけでガラスが今燃えて出来上がってるので、ガラスを敷き詰めるのもちょっと難しいだろうから、どうしますかね。この村を囲いますか、フェンスで。はい、それではね、ちょっと前の取り損ねたというか、声をね、入れ損ねた やつをちょっとだけご覧ください。ここどうぞ。ここはダメだって、ダメだって、そんなとこ行っちゃダメだって。これ、潰されたくないな。おお、はい、ご覧いただけましたでしょうか。寂しく声だけが入ってる感じになってるでしょ。ショックですよ、本当にショック。木こりでもやりますか。うん、うん、あ、そうで、その収録の最中なんですけど、先ほどご覧いただきましたようにネザーで頑張ってたんで、また全ロスやっちゃいました。それもね、皆様にね様子をお届けしたかったんですけれどもね、それすら叶わないことになってしまいましたね。てかアカシアは伐採しにくい木だね、本当に。とりあえずフェンスから作っていかないとね。フェンスでぐるり囲んであげないと。まずは、ていうかアカシアのフェンスめっちゃおしゃれっすね。よし、とりあえず囲んだぞ。囲んだから次は、湧き潰しでしょう。湧き潰しガンガンやります。おーし、どうだ。これでとりあえずゾンビに襲われることはなくなっただろう。よし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 、とりあえず囲めたぞ。何してんの。とりあえず囲めた。ここ出れるかな。出れないね。あ、出れた。くっそ、出れちゃった。あ、ダメだ、危ない。ちょっとどいて。うん、俺が出れちゃうとダメなんだよ。あ、ここ出れるけど、ちょ、ここも掘っちゃおうか。よし、とりあえず OK だな。ちょっと夜が来ても大丈夫なように、大丈夫なのかどうかちょっとチェックだ。この夜を過ごすことができたら今日はそこで終わりたいと思います。さあ、どうだ?剣装備しとくぞ。いつでも来やがれ、ゾンビども。どうやら大丈夫なようだ。とはいえ、一晩過ごせたぐらいで、大丈夫とは言えないのが、マインクラフトでございますね。オッケーっぽいな。オッケーっぽいぞ。よーし、あとは出ていけるドアを設置して終わろうか。はい、とりあえずね、5つ扉作りましたので、各方面につけていきましょうか。
じゃあね。なんかちょっと録画変になっちゃった。じゃあね、バイバーイ。いけてる？録画できてるな。そう、邪神が開きまくってるな。おっと。湧き上がった。やばいぞ。ゾンビハザードが起こってる？よし、太陽が出てきた。とりあえず一晩は過ごせたぞ。過ごせたぞ。おい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 、どっから来てんの？あ、そっから来るんだよね。どうだ？とりあえず日を明けたんじゃないか。物欲しげに見てんじゃねえよ。おお、完全に村人を見てる。完全に村人見てんな。見て、ほら、見向きもしないもん。殴っても殴っても全然見向きしない。村人しか見てない。スケルトンはちょっとやばいよね。そうなってくると、この現象を初めて体験するとなかなかそれはそれですごい。すっげえ村人見てるよ、ほら。近くにいる気になってんだ俺。ほら、ゾンビがこっちに来ないんだもん。 OK、 これでちょっと村人保護作戦がちょっといい感じにできたんじゃない。ちょっと松明が足りない感じがするけどね。よし、じゃあ教会の上でお別れしましょうか。今日は53回目です。実は53回目のモニュメントもうすでに建てておりますので収録外で収録してたけど収録外で建てちゃってますから。はい、というわけで雨の中から、本日は失礼したいと思います。あのアカシアのフェンスいい感じですよね。色がなんか和風でね。あー、もうちょっと整地するか、もしくは家を建てていくかして、村人の有効範囲をもう一度調べてこのフェンスの方を作り直すなりなんなりしてみたいと、考えております。で、ここで際限なくね、村人を増やす無限増殖装置的なものもね、なんかどうやらできるらしいので、こちらで増やして、ここはもう実験施設として申し訳ないですけれども、バイオハザード村なんでね、ここは、はい、実験施設として彼らを利用させてもらうような形にして、私の町を、私の家をね、村化していくっていうところをやっていきたいと思います。はい、だからマグクラをパート100とか200から見た人はなんか平和な村で暮らしてるな、けど実は裏ではこのバイオハザード村が、その繁栄に一役買ってるんだよ的な、なんかそんなドラマの設定ありましたね、を考えたりなんかり、なんだったりしてる感じでございますんで、はい、今日はね、なんとか夜を、一晩過ごせました。とりあえず村が襲われる心配は少なくともなくなった、そんな感じでございます。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。あー、今日は疲れた。じゃあねー。